政策っていうかフルート界の革命だと思うんですね。ルネサンス時代のフルート、バロック時代、それから近代、現代、未来と。未来。これがなかったらでけへんね。できへんね。できへん。僕たちフルーティストは、うん、今もうテオバルト・ベームが作った、うん、発明したフルート、あの金属製のね、この最後のあたりですね、この辺のフルートを吹いてるんですが、フルートには当然歴史があるんですね。今日までの僕たちのフルートに至るまで、楽器というのは様々に変化していったんですね。で、音楽史の中で登場するフルートっていうのが、まあ、いわゆる僕たちが言ってる便宜上です。ルネッサンスフルート。これはルネッサンスフルートっていうのはこれなんですけれども、16世紀の初めぐらいに使われてた楽器なんです。これがそうですね。で、これはご覧のように、もうほとんど円筒でできてまして、指穴も6つしか開いてない、歌口と。で、木管ですね。こうやって吹く楽器なんですけども、この時代のフルートっていうのは、実はこれテナーフルートなんですが、テナーフルートがいわゆる今日のフルートの基礎になっていって、ここから派生して現代まで行くということなんです。16世紀のちょうど終わりぐらい、1580何年の楽曲をこの楽器で演奏しているのがありますから、これがフルート楽の基礎だと思ってくださると嬉しいです。ちょっとじゃあ音源を聞かせていただけますか、はい。CD で、あ、 CD で、はい、全部無伴奏の録音をさせていただいて、はい、ルネサンスから現代まで、うん、録音したもの。なるほど。なんか古い楽器っていうのはなんとなくぼやっとしてて、音程もはっきりしないとか、うん、そういうイメージがあるんですが、実は全然違うんですね。パリッとしてます、うん。まあ、それでこれがルネサンス時代なんですが、はいはい、今度、時代が新しくなりまして、はい、17世紀のちょうど末期ぐらいから、はい、バロック時代がまあ17世紀に始まりますね、はい。そうすると音楽も大砲的な音楽から今度王侯貴族のために行くので、うん、音楽が色彩豊かだ、うん、すると楽器も変化しまして、うん、こういう象牙の装飾がつけられて、うん、管もこう三分割されるんですね、うんうんうん。でこういう、フルートでキーが一つ、これがいわゆるバロックフルートの基礎です。典型、うんうん、なんですね、非常にこうずっしり重い楽器ですね、うんうん。これ、音源がありますので、はい、ちょっと聞いてみましょう。これを聞いてみましょう、はい。ふくよかなね。このフルートがちょっとこう重たいし持ち運びに不便ということで、少し後の時代、バッハとかヘンデルの時代のフルートがこれなんですけどね。これが胴部管が分割されて、でキーは相変わらず一つです。これはもういわゆる後期バロックの楽器ですね。これもシタン系の木で、ちょっと象牙が割れてますけどね、うんうんうん。まあ、古いもんですからね。これでちょっとビバルディ の, フルートコンチェルトを聞いてみましょう。フルートとファゴットのコンチェルトなんですけど、まあ、こういう音楽で非常にこう刺激的ですよね、うんうん、ですよね、すっごいこういい感じですね、うん。まあ、これで、もうバロック時代っていうとフルートはもう黄金時代ですね。名作が山のように生み出されてるでしょう。例えばバッハ の, フルート作品とか、あとヘンデルだとかテレマンとかね、今のビバルディ、ビバルディもいっぱい書いてますけどね。でその後、まあ、今度クラシック時代に行くんですが、今流れてきましたけど、これが
あのクラシック時代ですね。あのこの作者はあのセバスチャン・バッハの次男坊のカール・フィルペ・マーネル・バッハです、うんうん、で彼が最晩年に作った、これ1786年なんですね、うんうんうん、でこのフルートが1780年ぐらいのフルートなんです、うん、でさっきのバロックフルートとほとんど見かけは一緒なんですが、うん、内径がね、うん、細くなってる、細くなる、そうするとあの高音域がすごい出やすくなる、うん、なるほどね、で歌口もね、うん、若干大きくご覧になれますか、うん、ですよね、ちょっと横長になりましたね、そうですね、まあこういうやつが、そうなんです、少しずつ変化があって、うん、でピッチも上がっていきます、うん、はははこの、 あのエマヌエル・バッハの曲もそうで、今度このクラシックが、うん、さらにあのさっき言った細かい音っていうのは馳せ音をね、あのファとか G シャープ、うん、それから、B フラット、うん、C っていうのは非常に不安定な音だった、うん、それが美しかったんだけども、うん、クラシックになるとシンメトリカルになって、うんうん、あの出にくい音を出やすくということで、うん、こういうキーがつけられるんですよ、ね、これがモーツァルトの時代 の、うん、あのまあ、これこのエマヌエル・バッハもほとんど同じなんですけども、うん、でこれでモーツァルトはあのフルートハープのコンチェルトを書きます、うん、で最低音チェまで今までレ、うんうん、だったんですよね、でキーがつけられて、うん、でオーケストラも少し大きくなって、うん、でこの楽器で演奏したあの音がありますのでちょっと聞いてみてください。このあと、革命が起きますね。あのフランス革命が起きて、それで18世紀から19世紀に変わると、はい、あのロマンティシズムっていうのが始まって、うん、このロマン派のフルートにやってくるわけです。うん、でこの今モーツァルトで使ったフルートと、うん、あのちょっと見かけが違うんですが内容はほとんど変わりません。ですよね。ええ、うんうんうん、であのこのモーツァルト時代は、うん、あの有機物質で作られてるんですけどね、うん、あの象牙とか木ですね、うんまあ、金属は同じんですけども、あのこの革命になるとあの無機質の物質、これ全部銀ですね、うん、あ銀製なんですね、ええ、でこの辺も銀製ですか、これこれ銀ですけども、うん、このあ、ね、マウントの輪っかのところね、うん、それからあのいわゆる現代的なキーポストっていうのがこうつけられて、うんうんうん、で艦隊がスキッとしていきます、うん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 、でこれがね、さっきのこのフルートが1800年ぐらいなんですが、うんうん、これが1829年のフルートで、これでね、1825年ぐらいのピアノで、うんとこのフルートで吹いたシューベルトの有名な曲がありますから、うん、ちょっと音が聞こえると嬉しいですね、うん、そうです。それでね、今度こことここの間にね、うん、大きな溝があるんです。あ、溝がある。ええ、でこれをね、うん、あの今回はまあ省きましたけども、うん、あのパリのコンセルバトワールで、うん、あのこういった旧式のフルートと新しいフルートをね、うんうん、あのベームが実はこさえたんですね。1831年に。で31年のフルートは円錐管なんです。ずっと ここからバロックから来てる円錐管。コニカルとかいうやつですか。コニカルが円錐ですね。コニカルフルートってありましたね。そうなんです。それでキーシステムを変えたんです。うん、キーシステムを今のフルートみたいなキーシステムに変えて、でその新しいフルートをあのすごいって言ったあのコンセルバトリーの学生たちがね、うん、あのチュルーっていうあの大名人の教授を突き上げて、うん、あのこの新しいフルートにしてくれって。頼んだんだけど、うん、あのそこでいろんな議論がありまして、うん、音楽的にあのこういったコニカル その円錐管のフルートの方が音楽的であると、うん、で大議論があって、うん、で結局その新しいフルートに変えないんですね、うん、でベーマーそうこうしてる間に、うん、あの47年のフルートをいずれ作るんですが、うん、ここの間に非常に大きなあのトラブルがあって、うん、それがフルートの、 あの今のフルートの
前と後ってなって変わっちゃうんです、うん、ですから今日のテーマが、うん、あの21世紀今僕たちが生きて、はい、それから次の世紀、うん、22世紀未来のフルートってのは一体何かっていうのがね、うん、ここももしかするとヒントになるかもしれない。なるほどね。でこの時の議論の対象っていうのは、うん、あの吹きやすさとかじゃなくて、うん、音楽的なフルートにとっての音楽的な音とは一体何かっていうのが議論、うん、ところが学生たちは吹きやすさに行ったんですよ。吹きやすさと扱いやすさっていうことで、うん、そこで議論があって、うん、結局音楽的なフルートっていうものを保持するっていう形で、うん、パリのコンセルバトワールは新しいフルートを受け入れなかったんです。採用しなかったよね。採用しなかった、うんうんうん、ですからまあここの間には非常に大きな、うん、まあ問題っていうか溝がありました。あの改革があったわけですね。そうなんですね、ええうんうんうん、ここから先、はい、さてどうなっていくんでしょうか。いよいよあれですね、モダンフルートに近づいてくるわけですね。そうです、はい、それでこのフルートはそのモダンフルートのちょっぱなにできたようなフルートですか。そうです、まさに。ぜひこれを紹介してください、はい、あのテオバルト・ベームが、うん、あの先ほど言いました1831年と32年システムの、うん、それはあのコニカルだったんですね、うんうんうん、ところがエントに変えて、うん、で31年32年に採用したキーシステムを使った新しいフルートを作ったんですね、うんうんうん、まあ、これも大議論がありましたよ、ヨーロッパ全土で、うんうん、でフランスの、ルイ・ロットってっていう人と、それから彼ともう一人のゴドフラー、ゴドフラーね、これが2人が、うん、あのこのベームのフルートをパリで作るという、うん、それで著作権を得てね、作り始めて、それでこれが、ベームが発明した直後にできた最初のフランスの、フルートです。これはルイ・ロットが作ったフルートで、うん、1856年ですね、うん、で、銀のキーがついてて、うん、それでベームが採用したあのオープン G シャープを、うん、あの使いたかったんだけども、あのみんなそのオープン G シャープには指使いがあまりにも違うんで、うん、慣れないっていうことで、あのその当時 の, あのパリの、コンセルバトワール の, そのチュルーのお弟子さんで、うんうん、あのルイ・ドリュースっていう人がいて、うんうん、その人が新しいこのキーシステムを考案して、うんうん、ドリュース G シャープ、ドリュース G シャープ、はい、で、うん、こっち側の裏側の G シャープがなくて、指使いは今日 の,、うん、あのベームシステムと全く同じ、クローズドクローズドね、そうですね、うん、でこれが、その時に作られたフルートなんですね、うん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 、あの非常にこう繊細なあの甘い音のする楽器ですね、うん、これが、ベームシステム の, あの、まあ、基礎になっていくわけです。今日的なベームシステム、これ頭部感はやっぱり円錐になってるんですか。これはもう今のフルートと同じで、同じこっちに向かって円錐で、こっちは円筒です、ね、ですね、はい、はあはあ、これの音もあるのでちょっと聞いてみましょう、はい、近づいてまいりましたね、うん、響き的にで非常にこう甘い音がしますよね、うん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 、これがいわゆるフルートの基礎っていうか元祖ですね、うん、現代フルートのこれですね、これが次ですね、ええ、これいよいよもうこれもほとんど今のフルートモダンなフルートになって、これもルイ・ロットの、はい、このフルートのちょっと後、これ59年ですね、あ、ええ、まさしくで、うん、もう本当に裏側の技術もできてて、うん、あの録音したものがあるので、これもちょっと聞いてみましょう。はい、ぜひ。美しい楽器です。聞いてください。近づいてまいりますけども、スイートな音色ですね。そうですね、本当にこう夢見心地な ね,、うん、ねですからこの頃のフルートっていうのは、ここの時代から、うん、古来から言われてた、うん、そのフルートの性格を非常に色濃く残してるんですね、うんうんうん、で古来から言われてたフルートの性格っていうのは
牧歌的で、うん、そして人の声のようで、うん、染みるような、で、囁くような音が出せる、うん、で、彼らが言ってるのはね、大きな音って一つも言ってないんです。あ、なるほど、うんうん、フルートの本質があるんだけど、あのもうブラームスの時代に大音量で吹く人が出てきて、それは好みでないって言って、うんうんうん、でワグナーも同じこと言って、あんな曲を書いておいて、すごい激しい曲書きますよ ね, ねだけどもね、フルートはやっぱり、うん、あの本来のフルートの性格が、ね、だからこの銀のフルートになってもそういうことになってくるんですね。いや、なかなかあの柔らかいね、いい響きしてますよね。まあそれがどんどんこの新しくなってきて現代に近づいてきて、はい、これはこれとこれはどんなふうに違うんですか。これはほとんど同じなんですけども、同じですよね。これはね、20世紀に入ってるんです。今まではこれ19世紀ですね。なるほど、なるほど。で、この金リップですね、はい、テオバルト・ベームとルイ・ロットはフルートを金で作りたい、最初から願ってた。で、何度も何度も試作をしてたんです、ところがなかなかうまくいかない、ベームと、ルイ・ロットの間に交わされた書簡が残ってましてね、で、金という素材は一体何か、最も木管に近い音が出る。ちょっとイメージ違うでしょ。なんか違うね。でもまあ、なんとなくその重量感的にはその木管の響きが出そうな感じもしますね。重量感的にね。重量感的にね、で、これもそういった理想を追い求めたフルートですね。で、まあこれはほとんど今のフルートと一緒で、ハーカンなんですが、これは僕好きなハーカンで、左手で操作できるんです。なかなかいいですね、それ。僕は好きです。滑らさなくていいし。ね、時々ね、こうボーンとね、杖の音を吹こうと思って跳躍した時に打つでしょ。塞いでしまいますよね。塞いじゃうでしょ、はいはいはい、これ絶対ないんです。そうですね。で、まあお笑いですけども、ツェーハーのトリガーができるとなるほど。で、この楽器、これがなかったらできへんね、これ。できへんね。できへんね、できませんね、はい、できへんですね。できへんですね。これもほとんど今のフルートと同じシステム。なるほどね。そうですね。で、これで録音した音楽があります。エネスコのカンタービレとプレストなんですが、ちょっとこれを聴いてみましょう。はい。詩的です。で、もうずっとですから、これフルートのその伝統、牧歌的で人の声のように、そして人の心の中に響く、染み渡るような音っていうのがフルートですね。でもちろんこれで非常にこう強いパッションのある音楽もできます。もうここまでがそのいわゆるそのフルートのルネッサンスからバロック、バロックからモダンへっていう流れに、ね、なってまいりまして、いよいよここから先生、私どもがまあ、一生懸命ですね、日本の総代理店として頑張ってるバンキューパウエルフルート社のこの新しい取り組み、これについて、まあ、この流れがですね、いかにこう変わっていくかなっていう感じなんですけども、この間にまたちょっと大きな段階があると思うんですね。とにかく大きな音を出したいみたいな感じになってまいりまして、大きな音を出すためにはどうしたらいいのみたいな感じになってね、最近の、まあ、どのフルートメーカーもそうだったんですが、やっぱりでかい音が出るという、そういうふうな形になってまいりましたけども、まあ、ちょっと僕はね、数十年前から、その、楽器がね、あまりにもこの時代から比べればですね、重くなってきた。そこにものすごく疑問を抱いてたんですね。ルイ・ロットは僕はドルチェ楽器としてはもう5、60本多分輸入して販売させていただいたと思うんですけども、本当に軽くて、でしかもいい音が鳴ってっていうのに対してですね、この最近の楽器というのはどん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 こう重たくなってくるんですね。で、重たくなってくると、そのやっぱり大きい音が鳴りそうな気がするんですけども、あまりにもやっぱ重いんで、それを持ち支えることも皆さん大変でしたでしょうし、音を鳴らすのもなんかすごいこうパワーを、その先ほどの牧歌的でまるで歌声のような、そんなとこからちょっと外れてしまうようなね、
状態になってきたんじゃないかなと思って、僕いろいろそのパウエルのその代理店になってからね、パウエル社と相当いろんなことを話し合ってきて、で何がどうな変わったんかなっていうふうに見てましたら、特にこの上物ですね、キーメカニックとかそれからトーンホールとかそういうものがどんどんこのなんていうんですかね、改良されてきたんですね。この時代っていうのはもう本当にシンプルな感じで、何もやってないんですけども、どんどんこう改良されてきてですね、例えばフルートやってる方がご存知だと思いますけども、普通のこのルイロット時代の楽器なんていうのはピンがついてるんですね、この辺とかに。で中で芯金を動かしてこういうフィスとかこのペとかをドライブしてた、ノックピンってやつですね。ノックピンですね。そのピンをつけて、やってたんですけども、それがまあいろいろトラブルを起こす原因にもなってたんです、事実ね。やっぱり動かんでいいキーまで動かしてますから、見かけでは動かないキーも中では動いてるみたいなね、うんうん、そんな感じがあったので、それを防ぐのにそのピンレス構造、まさにお使いのこのパウエルのエレガントモデルはこれはピンレス構造なんですね。ですから非常に調整とか担保が狂いにくい、そういう状態にはできるんですけども、やはり楽器としては随分重たくなって、まあこれはエレガントモデルですので、ピンレスはピンレスなんですけども、それ以外についているものは全てこう軽く仕上げて、もちろんこのカップキーも、それからこのキーのパイプですね、キーパイプ、この辺も随分軽くして、その音の鳴り、この辺のロッドの時代のこの柔らかい響きがなんとか醸し出せないかなということで、まあ25、6年前からこのパウエル社と話はしてきたんですけども、なかなかうまくいかなくって、まあ最近ようやくですね、これ5年前にこれ発売したのかな。で、こっからものすごくいろんな方々にご評価いただいて、もう本当にすごい方々がお使いいただいてるんですけども、まあここへ来る、このことを知ってないと、ここへも来れなかったと思うんです。じゃないでしょうか。だと思いますね。ね、パウエル社は1927年ですよね、うん、創業が。そうです。で、先ほどのロッドが13年ですから、うんうん、もう本当にちょっと、ちょっとの差ですね。14年ですか、の差で。で、その、パウエルもそうだけど、うん、ヘインズさんから独立してますよね。でこのヘインズとパウエルっていうのは、うん、このルイロットをコピーしてるんですよね、うんうんうん、ですがその後のその改良の点っていうのはいろいろあったと思うんですね、うん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 、でやっぱりその本来持ってる音楽、うん、フルート音楽の音の理想っていうのをずっと引き継いでるんじゃないかと僕は思います。でこのエレガントっていうのは、うん、今おっしゃったように、うん、キーの上物が軽量化して、で非常に繊細ですね、センシティブに見えますね。で艦隊は普通の厚さですね。そうなんです。艦隊は普通の厚さですね。うん、で僕は思うにね、うん、確かにいろんなフルートができてきて、うん、まあこの近代のフルートになるとだん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 重たくなってくるんですね。ですね。でその重量感っていうか、うん、その質量が増すと音に現れるかもしれないけど、その反面奏者に対する負担が、うん、僕はよく冗談でね、金のフルート服には筋トレが必要だと言ってますけども本当に筋肉を使わなきゃ、それから、うん、金っていうのは重たい素材ですから、うん、それを鳴らすためには鳴らすためのその器官、はい、そういうものも非常に必要なんですけども、それがちょっと僕には辛くて、うんうんうん、なかなか金のフルート、うん、手出さなかったんです、うん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 、で僕はこのフルートを初めて見たのが、2018年ですよね。ね、福岡です。福岡で、はい、コンベンションでしたね、そこでちょっとっていうか僕の中では大衝撃で、うん、これだったら僕は吹きたいと、うん、吹けるんじゃなくて吹きたいって思った楽器で、うん、でやはりこのエレガントの求めてるものっていうのは、うん、そういった軽量化で、うん、このね重量を増すことっていうのはいくらでもできると思うんですよね。簡単なんです。ですよね簡単なんです、うん、減らす方はものすごく難しいですよね、大変なことだと思います。でね、これは誰かに聞いたわけじゃないんですが、うんうんうん、なんかいろんな話でなぜ現代のフルートあんなにまでキーカップが大きくて、うん、でなんてキーパイプとかそれからこのワイヤーアームですね、うん、ワイヤーアーム、ワイヤーアーム、うんうん、
Y 字のアームですね。はい、アームですね。それがぶっといんですよね。うん、でも僕はね、それ必要ないと思ってたんです。そしたらそれ見事にそれ軽量化してますね。うん、はい、で、その質量を増すっていうことは確かに我々も、うん、あのしっかりと筋トレっていうか、うん、あのしなくてはいけないけど、うん、楽器との戦いですね。あ、になってしまいますよね。うん、で楽器と戦うのはね、うん、あの音楽的であれば戦いたいけど、うん、なかなかそこに行き着かない、うん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 、そういう苦しさを僕は感じて、そこにストレスを感じたくないですね、うん、そうですね、うん、まあ、あの特にあのキーメカニックをあの重たくするとですね、あのフルートってこう片一方に全部集まってるじゃないですか、うんうん、ね、キーがそうするとこのこういうあの重量がかかって、ね、うん、非常にそれを支えるだけでも大変なと思うんですね。ですからこの辺を軽くしてあげると持つのも楽だし、実際に持ってるのも楽ですしね、で鳴らすのが さらに楽になりますから。そうだと思います。もういろんな形でそのもっともっとその音楽というものをね、こう吹くんじゃなくって奏でる方に何かこう意識をね向けてもらえるんじゃないかなと。それがまあこの辺の楽器から僕はあのヒントをもらったなと思うんですね。そうですか、これそのパウレサとずっとやりながら、25年ぐらい前から軽量化軽量化言ったんですけど、ようやくできたんですね。これ5年前でしたけども。でさらにですね、先生最近またこのルネッサンスモデルってこれじゃないんですけどもあの名前をルネッサンスにしました。あのこれはあのリボーンですよね。だから生まれ変わった、ね、生まれ変わりですということですね、ただまあ、あの全体的なこの楽器の作りっていうのはもう現代の技術でもって、例えばスケールなんかも440442444とあのいろんなスケあのピッチに対応できるようなスケールにもなってます。いろいろあの現代の技術も取り混ぜながら、まあ、一度戻りましょうと。発想がここにきっと結びついたんじゃないか。ああ、そうですね。ですからちゃんと歴史はつながってるはずなんですね、うん、そうですね。でようやくこんな感じになってまいりましてですね、まあ今こういうふうな形でその取り組んでるフルートメーカーって、まあ今のところパウエルしかないんですよみたいですね、でこれはね本当にあの素晴らしいなと僕思ってるんですけども、やっぱりこの辺の楽器もちゃんと勉強してから楽器作りっていうのをねやらなければならないなっていうふうに思うんですね。でそれがまあ今ダニエル・シャープさんっていうのがねパウル社にいて、この方がその、まあ、フルートリストなんです。だからいろんなことを勉強されてきて、今ジェネラルマネージャーとしてやってるんですけども、ここへ来るのがものすごくスピーディーにやってくれましたね。そのフルートリストっていうことがね、非常に大きいですね。ですね。やっぱり楽器を作られる方はね、あの音楽家っていうかフルーティスト、その楽器の奏者の気持ち、そういうものが分かると、とってもいいと思います。ですよね、この新しいルネッサンスもエレガントモデルもですね、キーメカニックが強いかというと弱いんです。そうですね、はい、うん、全然弱いんです。非常にセンシティブに作られてます。そうなんです。ですからそこら辺をちょっと気をつけていただくと全然問題ないんです。だから扱いですね、あのよくまあ、お客様方に楽器を売りした後にね、この楽器狂いやすいわとってよう言われるんですけど、それはね狂わしてらっしゃるんですね。大体ちゃんと扱ってる方は狂わないんですね。そうです。めったに狂わないんです。だからこの辺をね、まあ、いろいろまあ繊細にすればこうなるよっていうようなことになるんですけども、やっぱりこれはあくまでも音楽を奏でる道具なんで、筋トレをする道具じゃないんでね。おっしゃる通り、はい、ぜひうまく使っていただいて音楽を、素晴らしい音楽を奏でていただきたいななんて思っております。それと先生今日はですね、これから先の楽器がどうなっていくかっていうお話をしたらあかんですけど、これはね、どういうふうに想像しますかね。わからないですけどもね、今そのエレガントができてルネッサンスができ て、これは一つのフルートの制作っていうかフルート界の革命だと思うんですね。でこれから先はね、こういう楽器がまだそれほど世の中にはそんなに多くは浸透してないわけですよね。ただこれ僕はエレガントを使って、そしてこのルネッサンスも吹かせていただいて、非常に僕は心地いい、ストレスがないんですね。でストレスなく笛が吹けるっていうことが、一つの
未来につながるかもしれない、うん、そして、うん、あとあのこういった木管のトラベースの時代とか、うん、あの息を入れたらすぐ音が出るんです、うんうんうん、あのトラベース吹かれない方はこれ鈍い楽器だと思われてる方が大勢いらっしゃるけど、それは全く あの誤解でしてね、うんうんうん、息を入れたらもうパッと音が出るんですね、うんうん、で今のフルートであればあるほど音が出にくい、うん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 、とにかくそれであの右手の方低音になるとあの管の長さが長くなるので、うん、鈍くなる、うん、でこういった繊細なフルートは、うん、その響きを伝えることが早くなるので、うん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 、敏感になると思います、うん、そうするとねあの例えばあのこれはまあ僕なんかやってるこのトラベルソでバロック音楽とかクラシック音楽をみんな演奏します、うんうん、で、現代楽器でバッハとか、うん、あのヘンデルとかモーツァルトを吹くっていうのはね、うん、間違いだっていう考えがあるんですね、うんうんうん、で非常にこう原理主義的な、うんうんうん、だけどもそれは現代フルートで吹くと反応が鈍いからね、うん、あの音楽にならないっていう考えがあるんですけども、うん、あのそれはあの、うん、フルートにこう親しめばちゃんとできるはずなんですけども、うん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 、あの軽い楽器っていうか軽いって言ったらちょっと語弊がありますね、うんうん、そうですね、敏感な楽器、そうですね、うん、いい感じです、敏感な楽器であればそれはできるはずなんです、ね、ですからそういったこれはもうあの未来も何もなくて当たり前のことなんですが、ただ僕は思うのは未来はもうそういったボーダレス、あの小楽器の世界とか現代楽器の世界とか言わないで音楽が一つにつながる、でそれそういう音楽がつながれる道具としての楽器っていうのが、重たくない楽器、ストレスのない楽器じゃないかという気がします、うんうん、ですよね、これ先生あのあれですよね、エレガントでパウエルのオール14金のエレガントで録音されたCD もありますよね、あります、これちょっとお聞かせいただけますでしょうか。これはあの僕が作った曲でこれで吹いてる曲です。あ、そうなんですか、はい、それは素晴らしい。この楽器を、手に入れてから、うん、さらにイメージが膨らんでいろいろ書き直しましたけどね。要はやっぱりその音楽のイメージがこう湧いてくるような楽器でなかったらダメですよね。それは一番大切ですね。独りよがりになるのかもしれないけども、吹いてて楽しくないと、ですよね、でこれしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、辛いなっていうのは良くない。まあ、なんかね、最近いろいろと皆さんとお話をすると、あの遠鳴りのする楽器とか近鳴りのする楽器とかそういう話が多いんですけどね、うん、遠鳴りと近鳴りっていうのは実際自分では聞けないわけですよね、うん、で勝手になんか判断されてるとこもあって、その今先ほど先生がそのルネッサンスからのフルートを聞いてお聞きさせていただいてですね、その全然その、そういうことを感じないっていうんですかね、まあ録音がどんなふうな録音をされてるのか分かんないですけども、そのじゃあこれは遠鳴りなんですか、そば鳴りなんですかというと、どっちですか先生。みんな遠鳴りです。遠鳴りですよね、うん、でもね多分ねこれ、うん、楽器にもそういう個性っていうか、うん、性格があるのかもしれないけれども、うん、やっぱり吹き方もあると思います、うんうんうん、吹き方もっていうか吹き方が全てだと思います、うん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 、もちろん楽器はそれでなくてはいけないけど、まあこれは僕の経験から、うん、だから何とも言えません、うんうんうん、だから僕の経験から言うと力を込めて大きな音で吹くと、うん、あの遠くに聞こえないですね。あでどれだけ そのいいバランスでの脱力ができてるかっていうことね、うんうんうん、もちろん力抜きすぎちゃうとヘナヘナになっちゃうしね、うんうん、であのイメージとしては紙飛行機をね、うん、遠くに飛ばすときに、うん、思いっきりビューって飛ばすでしょ、すると、うんと言って落ちますね、失速してね、はい、落ちるでしょ、はい、でってやると乗っかっていくでしょ、ね、乗っかる、ね、でそういうことですね。でこの乗っけ方をもちろんあのフッってやるんじゃなくて、うん、フッってやって押していくとずっと遠くに飛んでいく、うん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 、でそのつなげられることができればいい。でそのためには楽器自身が、うん、あのストレスのない楽器でやればいいんです、うんね、そうですよね。そうだと思います。今先生ストレスっておっしゃっていただいて、その私のドルチェ楽器はねエクストね、
エフェクト X トリートメントっていうのをやってるんですね。でこれ特許取れたんです。エフェクトっていうのは効果なんですね。で X っていうのは謎メーターで、トリートメントなんです、処理。でこれを本当はね、金管楽器でそれを思いついたんですけどね。金管楽器って、あのドルチェ楽器って昔はあのオールドクルスペ、古いクルスペですね、戦前からあるクルスペ、これはまあ、それがものすごく音色が美しいんです。で皆さんね、本当にいいなっておっしゃるんですけども、それをやってる時に何かこの、新しい楽器と古い楽器と何が違うんやろうと、うん、まあ確かに設計は違うんですよ。設計も違いますけども、まあ、でも同じようなものがついてて、で重さもまあどっちかというと昔の楽器はやっぱ軽かったんです。軽かったんです。で重さは絶対ちゃうなと思ったんですけども、それ以上になんか違うものを感じたんで、これは一体何かなって言って考えた場合に、その残留応力っていう問題が、これはきっと、自己崩壊でですね、応力は時とともに消えていくんです。そうですね、ね、消えていくんです。あ、これ違うかなと思って、これが最も楽器の変化をさせてる、昔の楽器はええなって言わせてるとこかなと思って、それを取るためにはどうしたらいいのっていう、いろんなところに聞きましたら、その一番いいのはもう火で炙るんです。火で炙って溶ける瞬間まで炙ってですね、そうすると応力は、パーツとしての応力は消えるんですけども、パーツとしての応力消しても、今度また新たに組み上げた時にですね、新たな応力が発生するんですよ。だからこれはあんま意味ないなと思って、なんかないかなと思った時に逆転の発想を考えたんですね。温めるんじゃなくって冷やそうと、もう東京切れたんでね、バラしますけども、マイナス150度の、うちにはフリーザーがありまして、そんなフリーザーを持ってますけど、そこの中にですね、マイナス150度です、1週間をつけておくとすっごい素晴らしい響きになるんです。でそれをエフェクト X トリートメントっていう形で特許を取って、やってるんですけど、まあフルートにも本当はどん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 適用したいんですけども、まあいかんせんものすごく変わるんでね。で基本的にこういう、オールド系の楽器を好む人は好んでいただくんですけども、最近の楽器、新しい楽器を好む人はちょっと頼んない感じになってしまうんですね。それともう一つはこの X との最も欠点なんですけど、元に戻せないんです。やってしまうとやってしまったまんまになって、それでいいんじゃないんですか。ですよね。まあそういう形で、そういうエクストっていうのもまあご用意しながらですね、例えばこのルイロットのこの初期のこのルイロットで言いますと、もう何年経ってますこれ。ね、150年以上ですね。ですよね。そうするともうほぼノンストレスですよね。そうですね。ね。ノンストレスの状態をやっぱりこう今現代こうやって吹いてみると素晴らしい響きがこう出てるんで、できたらこういうのもエクストにしていきながら、そのまあ復古主義じゃないんですけども、音楽を奏でるためのなんかフルート作り、楽器作りっていうのをもっともっとそのメーカーもね、我々も一緒になってやっぱやっていかなあかんなっていうふうに思うんですね。基本的にメーカーすいません、メーカーの人を聞いてらっしゃったら申し訳ないですけど、メーカーが作りたいように作ってらっしゃると思うんですね。作りやすい、常に作りやすい、大量生産ができたらいいなみたいな、そんな感じなんですけども、僕はできたらまあ大量生産の楽器もあってもいいと思うんです、安くてね、あってもいいと思うんですけども、やっぱりこう、音楽アートを求められる方のためにですね、もうきちっといろんなことに、その音、特に音色、音楽を奏でる道具、これを作ってるんだという自覚をね、もっともっと持ってもらって、まあ、これから先のね、フルートが開発されたらいいかなと思うんですけど。いいと思いますね。ね、今非常に興味深いお話を伺わせていただいたんですが、うんうん、そのエクストっていうのは、実はね、ここのフルートの話だけじゃなくて、うん、旋盤ってね、金工木工両方ありますけど、旋盤っていうのは非常にこう特に金工旋盤は精度が求められるんですね。うんうんうん、で金工旋盤作る時は鉄の塊ですから、うん、切っ
って削って叩いて熱して、うん、それの作業をする、うん、そうするとその先ほど言った応力がついてしまって、うんうん、でそれを取るまでに150年待てない待てんねで冷凍保存はできないんですないからその昔はねで何をしたかっていうと木箱に詰めて、うん、あの上に全部ワックスですねローで固めて、うん、それであの湖の底に沈めるそうですそれをね、何ヶ月もやってそれで冷ましてそうすると応力が取れちゃうんですねそうするとあの動かなくなるわけで誤差が出なくなるからそれで旋盤を作ると正確なものが作れる。で、あの弦楽器もそうですよね。あの、うんうんうん、伐採された木は、うん、あのシーズニングしたら、うん、あの海に沈めますよね。そうなんですか。そうなんです。昔はね、ストラディバリウスとかアマティとかガルネリウスの時代はそうだった。今はもうあの自然乾燥。それってあれですかね。水圧をかけて何かこう組織を変。それは僕よくわからないけど、あの静かにさせるらしいです。もう暴れるなよでちょっと暴れたら暴れちょっと暴れていいよってでももう静かに静かにどうどうどうね、うん、それで楽器を作るなるほど、ただ今はもうそういう時間の余裕がないので、うん、あの人工乾燥ですね、うん、そうですよね、そういう形になってるですからこれはそれですよねまあその系そのなんていうんですかあの方向性ですね面白いと思います。やってるとこってまあないんですね、あんまりね。そうでしょうね。はい、うん、でこれ面白いのがね、他にも使えてですね、リード。うんうん。蔵とかサックスのリードがものすごく良くなるんですよ。うん。うん、これ見てても、なんとなくその応力っていうものが消えてるなっていう実感できますね。蔵のリードとかでも、その、言い悪いっていうのは絶対出てくるんですね。それっていうのはまあ多分、左右の、うん、こうテンションの違い、うん、バランスねそうなんです、うん、それが出てきて、それが吹きづらかったりするんですけどエクストにすればそれが OK なんですね、まあ、安定するんです、ね、安定するんです、うん、だからまあそういうのも使いながらまあそれが全てではないんでしょうけども使いながらまあこれからのね楽器って本当にまあ今までももちろんものすごい名手の人たちがね先生も含めてたくさんの方たちがいらっしゃったんですけども、まあ、これからの時代も、まあ、もっともっと音楽性みたいなものをですねこうフルにこう生かしていただいてそれにふさわしい楽器をね皆さんが持っていただければ非常にいい未来、ね、が来る、ね、そんな気がしますよねですね、ね、ぜひそんな風にていきたいなっていうふうに思ってますし、まあそのためにも、まあ、このルネッサンスからずっと現代モダン先までね見据えてらっしゃる有田先生なんかのご意見もまたいろいろお聞かせいただきながら何かができれば大変幸せでございます。私もこの業界今45年やらせていただいて、なんとか皆さんに恩返しという今までものすごくお世話になってきましたから音楽で楽器でまた恩返しができればなというふうに思っております。何か翔太先生、いや、はい、大変に興味深いお話、はい、それで安川さん の, その楽器っていうか音楽、うん、その全てに非常に熱い思いの情熱が伝わってきますね、うん、で僕もこのフルートを吹かしていただいて、うん、僕のはエクストがかかってるんですけどね、うん、そうですね、はい、僕は非常にこれ気に入ってまして、うんうん、やっぱりストレスレスっていうのはいいですね。いいですね、まあ、そういう未来が来るとですね願って、人間にもかけられたらいいんですけどね冷凍保存冷凍保存まあそんな時代は多分来ないと思いますけども、楽器の方はまあそういう形でね本当にまあなんとなくこのねエレガントとルネッサンスができて僕ちょっとホッとしてるんです。ここ先またつながっていきそうだな、そんな感じしますね。ねえ、ええ、一回戻ってみてよかったなみたいな感じでね、戻ってのかどうかちょっとよく分かんないんですけど、まあ重さ的には戻ってますね。重さ的には、まあ、ここが始まりと仮定してね、はい、うん、未来にってずっと行って、うん、でも多分ループしてる、うんうんうん、かもしれない。もうここでループしてますよね。してますね。してます。先ほどそのルネッサンスを吹かせていただいて、
非常に僕はね、うん、心地いい。でフルート吹いて心地いいっていうのはね、うん、なかなかそんなにないんですよ、うん、正直なところ、うん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 、このフルート難しいなとか、うん、どうやって吹くんだろうとか、うん、そういうことばっかり考えるけど、うんうんうん、スッといけた、これ本当に正直なところ、はい、ですからそれがもうループしていいと思いますね、うん、ですね、これが未来かもしれません。あ、そうですね、ありがとうございます。本当にあのこれからのね、フルートのあり方っていうかね、その辺についてもあの先生からも今おっしゃっていただいた通りに、ループしながらでも何かこう新しいものをまた採用しながらでもね、こうなりながらね、特にぐるぐるぐるいけたらいいなっていうのが、まあ、あの今回の、いや本当にたくさんのフルートを、ね、お持ちいただいてありがとうございました。いい先生、本当にあのお忙しい中もう本当にあの、この YouTube をね皆さんあのお聞きいただいて、もしよかったらまた高評価のいいねお願いいたします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。先生どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。あ、見えへんに押してます。